こんにちは、レピさん。体の枝、エポックが更新されましたね。また、体の枝のステーキング報酬が振り込まれたことだと思います。そして、それに合わせて、273、274、275のエポック、こちらの方の解説動画、結果報告を送っていただきまして、ありがとうございました。明日から、更新情報に搭載させていただきます。そしてですね、キャンペーンの方、ぜひね、明日も明後日もし明後日も7月4日まで、紹介させていただきたいと思いますので、引き続きご対応よろしくお願いします。そして体の枝にご興味を持っている方、私はね、唯一進めることができる、そして進め続けているのがこの体の枝です。そして振り返ってみたら進めていてよかったなと思います。体の枝プレセール 0.22円、この円で多くの方にお勧めしました。一時期はこれは詐欺だったんじゃないかなと思いながら、なんかね、そんな発言をしたこともありますけども、それはすぐに改めることになりまして、2017年2018年以降、暗号通貨に迷ったらとりあえず体の買っておけと、5000円でも1万円でもいいから買っておけというふうに申し上げて、一時期はね、値段がガクンと下がったんで騙された、詐欺だと言われましたけども、そのまま持っておきなさいと、そしてもし損をしたんだったら腹をくくれと、これは投資だ、そういうふうにね、言い放ったこともあると思います。多くの方はその時に離れていった、そんな方もいらっしゃると思いますけども、そう厳しく言ったからはっと気がついて、分かりましたと、投資ってのはお金を失うこともある、そんな当たり前のことを忘れてました、投資をしたら絶対に勝てる、誰かが言ったから絶対に勝てる、そんなことはないんだっていうふうに気づきましたというふうに言ってくださった方もいます。現在2021年が半分終わりまして、私のかつての体の枝の呼びかけに応じて買った方は全員含み益だと思いますね。今年買った方はちょっと不利な方もいると思いますけども、やっぱり仕込みの時期っていうのはする時期にしておかないと、してはならない時にしてしまう場面になりますよね。まあでもその中でもステーキング報酬っていうのが私たちにありますんで、まあ損をする可能性は非常に低いかなと思います。まあでもね、情報を細かくキャッチして、そして自分の判断で、誰かが言ったからとか誰かにそそのかされたからなんて言い訳をするのは投資家としてはもう失格なんですよ。初心者であろうとも10年ベテランだろうとも、そんなこと市場は構ってくれません。昨日始めた方も10年やり続けてる方もみんな同じ土俵で戦っていくのが投資です。まあ、ですんでね、自分はプロフェッショナルじゃないし、そんなに情報もないし、条件的には不利だという方は投資の金額を抑えに抑えまくってくださいね。これね、平均台で例えたら分かりやすいんですけども、慣れてないうちは地上から15センチ上の平均台を渡っているんですよ。でもプロフェッショナルっていうのはその精神力で、同じような精神力でですね、地上150メートルの平均台も渡るんですよ。もちろんリスクは高くなりますよ。でもリスクヘッジができているから、そういう高い平均台も渡ることができます。転落しても何らかのリスクヘッジによって即死をしないように、かすり傷で済むように考えてるわけなんですよ。まあ今日はそんなところですかね。リピさん、次回もよろしくお願いします。